熊本洋学校は明治時代初期に熊本県熊本市にあった全寮制の学校。1871年9月1日に非後日学等の検索によってアメリカ元軍人のリロイランシングジェーンズが招兵され、肝臂の学校として開校される。ジェーンズは月給400円が与えられ、採取と共に来日した。熊本県は洋学校のために敷地、校舎、 寄宿舎、教師館を用意した。授業は、英語、数学、地理、歴史、物理、科学、天文、地質、生物を行い、すべて英語で行った。明治七年、日本で初めて男女教学を行い、横井玉子、徳富初子、横井宮子などが入学した。生徒の自主性を重んじる教育方針のもとに、多彩な人材を輩出するが、熊本バンド結成に対する、 九州派の反発が一因となって、ジェーンズの人気終了とともに閉鎖となる。熊本洋学校で使用されたと目される教科書のうち、55冊が熊本県立大学に現存している。近年の成果で、現存書籍の書士、受け入れの時期、さらには洋学校閉校後から熊本県立大学に至るまでの所蔵経緯などが明らかにされた。ジェーンズ定期ご飯が、 洋学校を開設した時に、ジェーンズのために作らせた西洋館は、熊本県指定重要文化財として昭和46年に指定を受け、現在中央区水前寺公園22から16に置かれており、観光地となっている。しかし、熊本地震により2016年4月14日に壁の一部が崩壊、16日に全壊した。以下、詳細について、 熊本県教育委員会文書を引用。明治4年から明治9年まで、熊本城跡の古城に開設された、熊本洋学校に招かれたアメリカ人教師ジェーンズが居住していたので、ジェーンズ邸と言われている。この建物は、長崎から招かれた大工によって建てられた、コロニア風、木造2階建てで、ベランダの天井には皮脂組が用いられ、中東には、ブドウの図柄が刻まれており、 熊本県内で現存する洋風建築としては最も古い。明治10年、西南戦争の時、政党総督、有栖川の宮たる日と道の宿舎となったが、その時、佐野城みいが出した博愛者創設願いが許可されたので、日本赤十字の記念建造物となった。その後、南千段端町、水道町と移築され、日本赤十字熊本県支部となっていたが、 日本赤十字熊本県支部の長峰町移転に伴い熊本市が譲り受け昭和45年現在地に一区復元したものである。なお、ジェーンズ邸の西隣には夏目漱石の急遽が存在し、こちらも観光地となっている。ありがとうございます。